後半に入ります。牛乳パックで神相撲、平成26年3月4月場所6日目です。優勝争いが何と言いましても平幕竹里団地関ただ一人という状況になりました。綱取りを目指している大関清水館も1敗で追いかける、横綱切りダンサーも1敗で追いかける展開になっているこの春の本場所です。実況担当私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。今日はご覧のように取り組みが組まれております。一つ、今日もお知らせをいたしますが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、元大関の藤子親分が引退を表明しています。今場所休場明けで初日からの3連敗によりルール上引退となりました。今後は更新の指導に当たることになるかと思いますけれども、あと型番になるということになるかと思いますけれども、今後の活躍にも期待したいところです。それでは十両の取り組みから始まります。牛乳パックで神相撲、平成26年3月4月場所、これより6日目十両の取り組みであります。熱海館に琴に風、西方熱海館、西十両3枚目、静岡県出身アンビックベア、東方琴に風、西十両5枚目、札幌市出身タックベア、これより十両の取り組みであります。さあ十両の取り組みが始まります。今日は3番組まれています。十両2勝1敗の琴に風、熱海館は3連敗、すでに負け越しが決まっています。十両は9日間のうち5番各力士が相撲を取ります。浴びせていけるか琴に風、熱海館も浴びせていきたいところです。最初の一番、制限時間いっぱいです。両者見合って今日流れぶつかりました。流れ組み合った、浴びせたのは熱海館、消えていく、はたいていく、はたき込み、琴に風の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、叩き込んで琴に風の勝ち。熱海館が浴びせに行ったんですがね、やはり浴びせてもこう手が長いので引かれやすくなってしまいますね。残念です。琴に風勝って3勝1敗返り十両で勝ち越しです。37歳での勝ち越しとなりまして、琴に風ずいぶん久しぶりのこの十両での、勝ち越しとなっています。実に平成25年7月場所以来でございます。敗れた熱海館は4連敗となってしまいました。大平川山に小山二等兵、西方大平川山、西十両2枚目、栃木県出身春日部部屋、東方小山二等兵、東十両3枚目、静岡県出身アンビック部屋。さあ3連勝同士の対決が組まれました。両者すでに勝ち越しは決まっています。先ほどね、親方も久々に生放送の、はい、コメント欄に来ていただきましたけれどもね、大平川山が、まあ、遅咲きという形で、そうですね、新十両上がってきました。3連勝、さあ新入幕もあるかというところまで来ています。小山二等兵新十両、こちらも初日から、3連勝です。19歳、すぐにこの十両に上がってきた小山二等兵と時間をかけてじっくり上がってきた26歳の大平川山の一番、押し合いになるか。制限時間いっぱいです。両者見合って今日の腕ぶつかりました。回ったのは小山二等兵、大平川山どうする、間に入って、間に入って押し込んでいくな、小山二等兵回る小山二等兵、回りながら出る、押し込んでいって押し出し、びっくりです。小山二等兵の勝ち。ただいまの決まり手は押し出して小山二等兵の勝ち。こういう相撲があるんですね、みぼさん。くる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 回ってまして、回りながらでも確実にかかとですとか、まあ、そういったところで大平川山を押していったわけですね。ローリングそばとかっていうぐらいの、
もうこう回りながらかかと蹴りですとか、この遠心力を使った押し方、はい、もう竜巻旋風脚ですよ。もうかつて紙相撲界でもしのろ山というね、はい、くるくるしのろ山というのもありましたけどただそれはどちらかというと風圧で相手を倒す技、はい、小山二藤兵は違いましたね。もう肉弾戦ですよ完全に。使っていくんですもんね。回りながらもう打撃がめちゃめちゃ入ってましたそうでしたねたまらず小平海山も出ましたね。小山二藤兵がまたまた新しい技を繰り出して4連勝、敗れて大平川山3勝1敗です。金太郎侍に清水お化け、西方金太郎侍、東十両5枚目、静岡県出身アンビックベア、西方東方清水お化け、東十両2枚目、清水町出身清水町ベア、十両最後の一番であります。やっぱこっち旋風脚そうですね、やっぱこっち旋風脚あれはすごかったな。いやいや初めてですよね、あれほどの何回転したんですかね。もうフィギュアの選手みたいですよね。そうですね、2回転半ぐらいしてましたね。ね、はい、いやーすごい相撲と言っていいのかもうわからない、見事でしたね、はい、さあ十両最後の一番です。左浴びせていけるか、清水お化け1勝1敗、金太郎侍1勝2敗、新十両後がありません。こちら押し相撲、制限時間いっぱいです。両者見合っていきゃいのうだい、ぶつかりました。押し込むのは金太郎侍、はたいた、はたき込み、金太郎侍、金太郎侍の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで金太郎侍の勝ち。やっぱり金太郎侍ね、相手を叩き切ってるんですね。なんかそうでしたね、今も今日も清水お化けが崩れ落ちていく感じは崩れ落ちましたもんね。やっぱり切られたんだと思うんですね倒れ方が違うんですよね他の力士とね。お助けって言って倒れていくんですよ。もう金太郎侍に切れないものないですね。お化けも切りましたね。ねえ、勝って金太郎侍2勝2敗星を5分に戻しました。敗れて清水お化け1勝2敗とこちらは後がなくなっています。十両の優勝争いは今日これで4連勝、小山二藤兵が単独首位になっています。1敗で追いかける力士紹介しましょう。御殿場富士2勝1敗、大平川山今日敗れて3勝1敗、そして東の力2勝1敗、琴に風3勝1敗となっております。ですので小山二藤兵の残り1番の相撲でによってかなりの混戦となる十両の優勝争いです。6日目を迎えた3月4月場所三役力士の土俵入りです。皆さんぜひこの緑色のシャツさんとともにやめてくださいよ緑色のシャツさん、よいしょの掛け声を昨日のイベントでなんか大暴れしたらしいですからね。私のフェイスブックにはですね、緑色のシャツさんがですね、暴挙に出ている写真がアップされております、よかったらご覧ください三役力士土俵入りです。皆さん良い賞の掛け声お願いします。西方より三役力士土俵入りであります。先導は小結びティコツーミ、千歳出身ほぼピンベア、ティコツーミ3勝2敗です。勝ち越しへ向けて新三役、さあ今日からが大事です。今日はなんと竹里団地関との取り組みが組まれました。好取り組みです。関脇清水ロケット、清水町出身清水町部屋、4勝1敗大関取りへ向けて視界良好か。今日は横綱戦が組まれました。大関千歳ソードマン、千歳出身千歳部屋、角番3勝2敗という状況です。今日は江戸みどりとの取り組みです。大関白石島、岡山県出身春日部部屋、2勝3敗の白石島、角番後がなくなってきています。今日は大関同士の決戦、清水館との取り組みです。大関最後は大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、1敗を喫しました後楽園です。立て直せるか、今日は与一山との取り組みです。では皆さん、よいしょの覚悟はタイムライン上でお願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょがなろう。どうしたお前、頑張れよお前、なんとかなるだろ、まだなんとかなんだろお前、頑張れよお前岡山県勢同士の
エールの掛け合いとなりますか、どうなんでしょうか。エール交換なんでしょうか、どうなんでしょうか。行われておりました。変わって東方三役土俵入り、先導は小結び野田 R2D2、 千葉県出身春日部部屋。新三役こちらは1勝4敗と苦戦しています。今日は高畑不動明式神残機にとの取り組みです。関脇江戸緑、東京都出身ほぼピン部屋。3連敗です。後がなくなった大関復帰への道、今日は大関ソードマン千歳ソードマンとの取り組みです。関脇与一山、与一町出身大久海部屋。4勝1敗、さあ悲願の大関取りへ、ここからが大事です。今日は後楽園との取り組みが組まれました。最後は大関清水館、清水町出身清水町部屋。4勝1敗、綱取りへ。さあここからがいよいよプレッシャーがかかる場面です。大関決戦、白石島との取り組みが組まれています。では皆さん、また一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょなら、わいが横綱になるんや。口の中が見えてますよ。空洞ですね。オベアンさんからこの野郎、時空を超えて今回はでも時差なくね、ね、来ましたね。あと緑シャツよいしょ。緑のシャツさんはね、この間のトーナメントの時に、ね、はい、だいぶあの物議を醸した緑色のシャツ。そうそうそう、いろんな人がいるっていう説が出ましたからね。ね、よかったらトーナメントもまた録画でご覧いただければと思います。3月のトーナメントが、ね、ありますからね。さあ、ここで恒例、今場所恒例ですね、ほぼピンのコマーシャル音声お送りします。どうぞ。と音声が言ってませんね、コマーシャル音声ほぼ6あ、来ましたね。いきなり大きく来ましたね、はい、しかもあの違う曲がおかしいですね。今来ますかね、はい、お送りします。どうぞ。来ませんね。どうしたんでしょうね、何かがご機嫌斜めだそうですよ。どうしましたかね、突然あの牛島のテーマが先ほど一瞬かかりましたからね、そのままお待ちくださいね。ほぼ6時で水ピン集合のコマーシャル音声をお送りしたいなと思っております。さあ次はかかるかどうか、どうぞ。なかなかかかりたくないみたいですね。今日はなかなかお休みなんですかね。どうしたんでしょうかね。どうしてもあの牛島のテーマだけがかかりたいみたいですね。今困っちゃいましたね。ねえ、ある意味牛島ですからねっていうのもちょっと今ウボさんから声が聞こえましたけどね。そういうわけじゃないと思いますよ。水ピンさんがね、富士の牛島のね、テーマをね、作ったということで、牛島のテーマっていうのがね、あ、来ました来ました来ました、はい、私のね、ちょうどね、あの声が入るコマーシャルを流そうとしたらかからなくなったっていうね、ね、それが悪いのかなっていう、自分をアピールしようとしたのが良くなかったんですかね。それではお送りしましょう、どうぞ。みんなでミーズピースってする一体感がたまらないです。いつもグダグダなんですけど、そのグダグダ感がいいんですよね。オーイエス、ミーズピース。面白おかしいミズピンさん、毎週金曜いつも楽しみ。ホボピン超面白い。ミズピンイケメンすぎ、ホボピン最高。
Oh yes, fantastic! ゲーム実況プレイは見ている僕らもハラハラドキドキ。インターネット対戦はみんなで遊べる。司会の水ピンさんがめっちゃイケてます。水ピンさんが超かっこいい。いつも定時で始まらないのが好き。オーピンソングがいい曲ばかりで素晴らしい。はっきり言って見なきゃ損って感じです。ほぼ6時台を水ピン集合、略してほぼピン。毎週金曜夕方6時からニューストリームで絶賛放送中。はい、無事に流れましたほぼピンのコマーシャル音声でございました、毎週金曜日放送でございます。ファミ通 DS プラス Wii の編集部からの配信です。ほぼピンでぜひ検索をしてみてくださいね。さあ、中入りのコーナーに参りますけれども、今度はね、あの BGM 自体がかからないってどうしたんすか、コービー君うちのコービー君どうしたんだろうね。再生を拒否してますね、うちのコービー君ね。いろいろ歴代ね、おはよう君とかいろいろうちもいたんですけどね。おはよう君もちょっと優秀でしたよ、コービー君頑張ってコービー君、いやー、ね、頑張って CD 読んで頑張って来ました、うん、ね。そうするとね、今度ね、はい、画面がずっとほぼピンのままなんですよもう忙しいんですよ、僕ごめん、ニーカム君忙しいんですよね、はい、あっちやればこっちが止まる反抗期ですね6日目反抗期ですね、みんな持ち主を拒否ってフラミトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。さあ、中入りのコーナーに参りましょう。激闘3月4月場所プレイバック、昨年のこの3月場所を振り返りたいと思います。昨年覚えてますか、みぼうさん、どんな場所だったか。昨年はいろんなことがありまして絶対覚えてない絶対覚えてない。今あのコメントを持ってる人ですよね。あもうゆるゆるの一切覚えてねえだろっていう人の、あのまず第一声ですよね、まずその第一声聞いたことありますもん、だってそうですねお前絶対覚えてないよね、覚えてないよね、いろいろありましてあんなことやろ、こんなことやろ。ではお送りしましょう、どうぞ3月4月場所はね、歴史的にも大事な時ですよ。そうです、まあ、あんなこと、ほらこういうことあったんですか。田中さんの声聞けますよ。本日の番付編成会議において大関キリダンサー関が満場一致で横綱に推挙されました。おめでとうございます。台本を読んでますよっていう声を素人さんだからしょうがないんだよ。横綱の地位を擁護さぬよう、レッツダンスしてみます。本日は誠にレッツダンスありがとうございました。本日は誠にレッツダンス焼きむりもさん、ありがとうございます。あとは横綱の取り組みをじっくり楽しもう。そして、まあ新横綱が生まれた新横綱キリダンサーの初日です。取り組みはもちろん連覇もかかっています。浴びせ倒し合戦になるでしょう。注目の新横綱の、まあ、久しぶりの横綱でしたから、我々もこれ中継の時に、うん、次の一番、はい、制限時間いっぱいであります。気合が入るというか、気持ちが入るというか、ね、はい、使った、はい、引きつける横綱が切り出した。ちょっとドキドキした覚えがあります、僕実況してても。ただいまの決まりです。どうなるんだろう。そして2日目ぶつかりました。新しい勢力が浴びせに行くか。それを抑えてるのは白石島。白石島が一気に押し込んでいく。白石島出る。押し込んで白石島が出ていって、白石島の勝ち。横綱敗れました。金星、座布団を投げないでください。平幕の力士が横綱に勝つという。ぶつかりました。立ち合い江戸緑、内側に入るのはノポレモンですが、押し込んでいくのは江戸緑です。おーノッポレモンの勝ち。江戸緑が倒されました。座布団を投げないでください。状態もね、そうですね、上がってきましたね。ぶつかりました。顎を押さえた江戸緑、前に行く。残したのは清太郎ちゃん、打っちゃっていく。残している。押し込むのが江戸緑ですが、土俵際の攻防、打っちゃるのはのんちゃんだ。土俵際の攻防です。残している両者、打っちゃって残しました。両者残しました。大相撲、回しを取っているのは清太郎ちゃん。押し込んでいくのは江戸緑であります。回しを掴んでいるのんちゃんのはずか。回を返せよ。回を返せよ。外掛け。江戸緑の勝ち。
ただいまの決まり手は外側いっぱいいっぱい同士の一番よしゃみやっていけんのでぶつかった前にだ引いていたおーちとせーまちとせーまんなかちですね色濃いですねただいまの決まり手は大暴れしてましたねこの時は、うんうんうん、送り倒そして後楽勝負でしょうちょっとすまんね、西日制限時間いっぱいですちょうどだから今この時期って西日だったので今日もね、ちとすまん押し込めな後楽園後楽園が回しを掴んで前に行く押し込んでいくちとすまん残せるか押し込めな後楽園出る後楽園の勝ち全勝を守りました一気にワンツケ駆け上がった時期ですねやって強引のぐらいぶつかる後楽園が前に出るソードマンが打っちゃっていく投げ出し投げ打っていくのはソードマンソードマン打っちゃった残す後楽園後楽園残しました大相撲になります後楽園が前に出ますもう一度前に出ます後楽園ソードマンがここでどうするか横を取れるかどうか後、ね、楽園が寄る踏んだばかり土俵はもう一度中央に戻ろうかというところ後楽園が戻しました大相撲です一気にソードマンが投げ打てるかどうか後楽園が残しています横を取りに行くのはソードマン後楽園が寄っていく徐々に今度は後楽園がもう一度前に出ようかという体勢ですソードマンはもう一度体を入れ替えたいところ後楽園には一体誰が勝てるのか正面に持ってきているのは後楽園後楽園の形になる後楽園が徐々に自分の体勢になって押し込んでいく後楽園出る残すソードマン後楽園もう一度打っちゃうのはソードマン土俵際の攻防土俵際の攻防打っちゃっていくのはソードマン押し込むのは後楽園一気に出た後楽園の勝ち全勝を守りましたザブトンは上から落とさないでくださいそして優勝争いこういう状況でうーんやっぱ集会堂いるんですねいでしょう名前その3月4月3月4月場所得意なんですね集会堂優勝へ王手をかけるか失速した覚えがあるんですけどね確かに大関として春だから新規1点頑張るんだけど残れるか長続きしないですからどうなんでしょうね今場所もどうなんでしょう大きな一番制限時間いっぱいであります両者見合っていっきょいのぐらいぶつかった立ち合いゴムだ横を取ったのは江戸緑江戸緑出る江戸緑後楽園の勝ち後楽園の勝ち誰も勝てないなとかっていう座布団を投げないでください座布団を投げないでくださいあ、この時の名勝負集はスローっていうのも作ってますけどねあぜひあれですね今度あの金太郎侍の時ですかそうですスロー今度どういう切り方されてるのかそれで今度作ってみます多分ねスローにしても見えないぐらい早いんですよね、はい、千歳ソードマン制限時間いっぱいですこれ4コマにもなったシーンですねぶつかった見せたがいぞり千歳ソードマン公式4コマ千歳ソードマン公式ガイドブックご覧ください後楽園どうか制限時間いっぱいであります両者見合っていっきょいのぐらいぶつかった立ち合い後楽園だのぐらい寄っていくのぐらいのぐらい入れ替えに行くのは息子屋分のぐらいしかし寄っていく滋賀県後楽園の勝ち後楽園全勝優勝を決めました、まあ、陥落ということで、ね、嬉しいことですよね繋がったんですね嬉しいですねというわけでうんお送りしましたのは平成25年1年前の名勝負集でございましたプレイバックしてまいりましたどうですか1年前なんですけど、まあ、やっぱりこの辺りからこのマッスルブラザーズの盤石っぷりっていうのも出てきてでまあキリダンサーもまあ横綱になってっていうところもあったと思うんですけれども、はい、まあこの辺から今のこの牛乳パックで紙相撲を支えてる力士たちがこうグイッとこう上がり調子になってきた頃かなっていう記憶はありますね。まあそうですね。うん、白石島、後、うん、楽園というあたりがね、一気に駆け上がっていって、うん、清水館もいるっていう、ね。そうですね。そういったところですね。さ、ガイドブック新しいもの出ています。ぜひご覧ください。1月のバージョンと11月のバージョンには型番も載っています。もしよかったらこういう基本ルールこういった風になってますけど、型番見ながら。よかったら作ってみていただいて、ね、エントリーもお待ちしています、はい、ぜひぜひ公式サイト詳しくはご覧ください5月のトーナメントに間に合うには、5月のトーナメントに間に合うには4月22日必着でございます、はいそして今日何も用意してないんですけど、はい、テロップも何も用意してないんですけど、はい5月
つのトーナメントに参加する人たち、もしかしたらね、期待したいのは北海道勢がね、そうですね、増えてくれればいいなっていうところで、はい、私4月のですね5日土曜日に、はい、FM のラジオ番組にゲストで行かせていただくことになりました、はい、これ詳しくはキラキタの方で、いやキラキタでも今日あんまり伝えないんだ何も台本ないんですけど、はい、いいか、もう決まってはいるんで、はい、4月5日土曜日の、はい、お昼の番組、はい、ステーションドライブサタデー Z という、はい、パーソナリティがヒロ福地さんと森ルナさんがパーソナリティの、これ北海道では、かなりご存知という方が多いかと思うんですけれども、うん、の番組、はい、ステーションドライブサタデー Z の午後2時あたりからのコーナーに、この私出演させていただいて、牛乳パックで紙相撲の紹介をいたします、はい、その中でエントリーの募集もするので、北海道力士増えればいいななんて思っておりますしね、ちょっとやっぱ勢いある北海道の力士っていうのまだまだちょっとね欲しいところですからね。そうですね、もしかしたらだから一気に増える可能性もなくはない今せっかくね、だってね、FM ノースウェブはもう道内民、はい、ある程度のところは聞ける、そうですね、放送局ですからね。もう今せっかく赤鬼もあるですとか、そういった力士も頑張ってますから、はいはい、ちょっと北海道勢ここでちょっと活躍してほしいですね。ね、まあ、地味にこうやってあのノースウェーブさんにプレッシャーもかけつつみたいな話になってましたけど今頼みますよと頼みますよっていうか、もうあの、ね、もう聞いてるに決まってるからね聞いてても参加するかわからないみたいな、ね、合わせてももちろんあのこういうクラウドファンディングのね、はい、話もさせていただく予定になっております。北海道内お住まいの方、聞ける環境にあるという方は、道内の FM ノースウェーブ、 FM ノースウェーブの4月5日土曜日お昼の番組ステーションドライブサタデー Z の午後2時頃からのコーナーで、だいたい 7,8 分ぐらい出させていただくそうです、はい、なので、牛乳パックで紙相撲の実況もきっとありますんで、はい、よかったらお聞きいただければというふうに思います。全く台本がないのでただもう告知はしていいって聞いてたんで、はい、紹介させていただきました。さあでは6日目幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成26年3月4月場所、これより6日目幕の内の取り組みであります。撮影決めるカッパにアゴエベッツ、西方撮影決めるカッパ、東十両筆頭、札幌出身タックベア、東方アゴエベツ、東前頭14枚目、エベツ市出身のポロベア、これより幕の内の取り組みであります。焼きミニモさんありがとうございます。おーって言いながらメモってくださいましたありがとうございますありがとうございますFM ノースウェイ僕初めて行くんですけどもね、はい、あーなんかずっと20年ちょっとぐらいか、はい、開局からずっと聞き続けてますけど、うん、ノースウェブさんね、うん、初めて行けるなって思って非常に嬉しく思っております。光栄に思っております。さあ土俵上です。十両の撮影決めるカッパ1勝2敗アゴエベツ1勝4敗です。アゴエベツ長く守ってきているこの番付ですからね、はい、なんとかここはしなきゃいけません。もう負けられません。メルカッパは十両、こちらも後がありません。1勝2敗です。浴びせ倒し合戦か、制限時間いっぱい、両者見合っていきゃい、長大ぶつかりました、長大お試合になる、長大どっちだ、メルカッパがいった、上手投げ、どうだ、際どい、撮影決めメルカッパに軍配、物言い、物言いです。アゴエベツの小手投げも入っていた勝負審判元横綱タッグ、ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は、撮影決めるカッパに上がりましたが、
撮影機メルカッパの右手が先についており、軍配差し違いで顎江別の勝ちといたします。顎江別小手投げですか、見事でした。ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで顎江別の勝ち、大逆転。いやー、ああいう入り方もするもんなんですね。いやー、捨て身ですけどね。まあ撮影機メルカッパの浴び性が浅かったっていうのももちろんあったんですけれども、いやいや、でも顎江別にしてはもう面白い決まり手だなと思いましたね。よく残りましたね、うん、最後捨て身の投げではありましたが勝ちました。顎江別が勝って2勝4敗、撮影機メルカッパ敗れて1勝3敗、こちらは十両で負け越しです。ワンパクに備中神楽、西方ワンパク、西前頭13枚目、札幌出身南九部屋、東方備中神楽、東前頭12枚目、岡山県出身ほぼピン部屋。最後まで諦めてはいけないという手本のような相撲でしたね。手本マン、水を打ったように静かになった北海道札幌から中継でお送りしております。どうしました、どうしました、リボさん。だから久々にあのチェホンマン的なあの顔が思い浮かんだんですよ。確かに、確かに。チェホンマンさん久しぶりにちょっと顔思い浮かんだなと思って、ね、自分で言ってたしかも、もうちょっとなんか若干恥ずかしくなりましたけどね。代表上制限時間いっぱい、ワンパク2勝3敗、備中神楽2勝3敗です。浴びせていけるかワンパク、押し込めるか備中神楽、両者見合って脅威投げない、ぶつかりました、投げない、さあ引きつけていくな、備中神楽寄っていく、寄っていく、外掛けをかけて寄る、ワンパク残す、ワンパクも残す、土俵際寄り切ったワンパク、よく残しました。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってワンパクの勝ち、よく残しました。備中神楽最近ね、こういうなんか投げに転ずるところですとか押しながらの投げとかってよくあるんですけども、でワンパクも今もう斜めになってるんですよ。斜めになってて後ろ体重になってていつ倒れてもおかしくなかったんですが、よくまあ持ちました。興奮ですねこれね。これは倒れてもおかしくない、ベテラン頑張りました。番付も後がないところです。勝ってワンパク3勝3敗、星を五分に戻しています。敗れて備中神楽2勝4敗、新入幕、こちらは後がなくなっています。江別丸に海洋丸、西方江別丸、西前頭11枚目、江別市出身のっぽろ部屋、東方海洋丸、西前頭14枚目、江差町出身函館部屋。いやー、ほんと諦めちゃいけないっていうことです ね、今のも今のも、はい、2番続けて諦めちゃいけない、まさに諦めちゃいけない手本ですね。手本マン。このシーンとなる感じ。先ほどまでのガス工事も終わっております。さあ、海洋丸の表情1勝4敗、江別丸が2勝3敗です。海洋丸久々の帰り入幕、後がありません。31歳、かつては三役に上がったこともあります。江別丸は3連敗中、こちらもベテラン31歳、苦しんでいます。くるっと回れるか江別丸、制限時間いっぱいです。両者見合って脅威投げない、ぶつかりました、組み合った、さあここで離れました、浴びせる体勢、海洋丸、江別丸が下がって、さあ距離を取りました、くるっと回って、海洋丸も残しているぞ、土俵際どうか、海洋丸が勝ちました。ただいまの取り組みは江別丸に踏み出しがありましたので海洋丸の勝ちであります。海洋丸踏みとどまりました。ちょっと江別丸回転しようとして距離を見誤ってしまったような状態になってしまいましたね。海洋丸勝って2勝目2勝4敗、敗れて江別丸4連敗です。2勝4敗となっています。心臓人間札幌に住川丸、西方心臓人間札幌、東前頭13枚目、札幌出身タック部屋、東方住川丸、東前頭11枚目、札幌出身実り部屋。この前頭10枚目前後以下の力士は負け越すとちょっと苦しい番付です。というのは、こういったルールがございまして、入れ替えトーナメント、まあ、先ほど告知で新しい力士募集しますよなんていうエントリーの話しましたけど、
そういった力士も参加する新旧の入れ替えトーナメントがございます、まあ、番付のこの前頭あるいは十両の座を目指しての戦いです。前頭10枚目前後以下の力士は負け越すとそのトーナメントに出場しなくてはならないんです。トーナメントに戻ってまた這い上がってくる力士もたくさんいるんですけれども、非常に険しい状況になります。隅川丸1勝4敗11枚目ですのでもう負けられません。心臓人間札幌2勝3敗です。押し合いになるのか隅川丸浴びせていけるか。制限時間いっぱい、よしみやって今日は脱がない、ぶつかりました。立ち合いは心臓人間だ。脱がない脱がない、さあ距離を取って右の回し入りました。さあ隅川丸どうする、下がって距離を取ってという、その隅川丸は下がってしまった。脱がない脱がない、土俵際です。脱がない、心臓人間突き出しです。心臓人間札幌の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して心臓人間札幌の勝ち。終始攻めているのは心臓人間札幌、隅川丸は何もできませんでした。まあ心臓人間札幌もちょっとね、土俵際までっていうところはあったんですけれども、ちょっと隅川丸残念でしたね。心臓人間札幌勝って3勝3敗で星を五分に戻しました。敗れた隅川丸1勝5敗で負け越し11枚目ですので、うん、かなり厳しい状況です。湘南トカゲにハッピー新潟、西潟湘南トカゲ、西前頭9枚目神奈川県出身神奈川部屋、東方ハッピー新潟、東前頭10枚目新潟県出身ホボピンベア。ウェディビジョン、ウェディビジョン。さあこれはまた面白い一番、初顔です。引き技得意なハッピー新潟ですね。そうなんですよね、湘南トカゲの浴びせがどこまで通じるか。そうなんですよね、ハッピー新潟3勝2敗、湘南トカゲ2勝3敗。キャリアはもちろんハッピー新潟でしょうが、湘南トカゲの浴びせはどうか。制限時間いっぱいです。両者見合って今日のでぶつかりました。のさあ引いていく、浴びせた、浴びせ切ったか、湘南トカゲです。湘南トカゲ勝ちました。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して湘南トカゲの勝ち。浴びせ切りました今日は。でも危なかったですね、ハッピー新潟のこの丸い部分につるんってなりそうでしたね。よくうまく最後引っ掛けましたね。湘南トカゲ勝って3勝3敗、星を五分に戻しています。ハッピー新潟に敗れて3勝3敗です。太陽の秋田小町エンジェルに千歳マン、西方太陽の秋田小町エンジェル、東前頭15枚目秋田県出身ホボピンベア。東方千歳マン、東前頭8枚目千歳出身千歳部屋。さあ土俵上です。千歳マン2勝3敗、太陽の秋田小町エンジェル3勝2敗、幕尻の秋田小町エンジェル、まずは勝ち越しを目指さなくてはなりません。千歳マンは浴びせていきたいところです。制限時間いっぱい、両者見合って、今日は殴れ、つかります。浴びせ倒し、千歳マンの勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して千歳マンの勝ち。まあ太陽の秋田小町エンジェルはやや分が悪い相手でしたからね。そうですね、千歳マン今日はまあ思い浴びせができたかなというところですね。勝った千歳マン3勝3敗星を五分に戻しました。敗れて太陽の秋田小町エンジェル3勝3敗です。北陸越前丸に赤鬼丸、西方北陸越前丸、西前頭7枚目福井県出身ホボピンベア。東方赤鬼丸、西前頭15枚目登別出身登別部屋。ノンホモジンナイズド。さあ注目赤鬼丸です。新入幕、優勝戦線という意味でも現在1敗でこの両者が、うん、チャンスありますね、追いかけるという状況です。4勝1敗同士、好調な2人です。まあ新入幕の赤鬼丸にとってはそれほど優勝というのは意識はないですかね。まずは勝ち越しっていうところでしょうね。
あと一つと迫っている勝ち越しです。北陸越前丸、こちらは突き放したい。赤鬼丸は距離を詰めたい。新入幕であります赤鬼丸、もちろん初川です。一杯同士、制限時間いっぱい。よしみやって強引脱ぐない。ぶつかりました。脱ぐない。さあ脱ぐない。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 突き放すのは北陸越前丸。突き倒し、赤鬼丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して赤鬼丸の勝ち。新入幕赤鬼丸勝ち越しです。豪快でしたね。ぶちかましで距離を、まあ距離空いたら北陸越前丸の方が得意なんですけど、距離空けてからまたさらに突っ込んできましたね。そうですね、一度突き放した北陸越前丸でしたけどね、もう一度いった赤鬼丸本当に鬼ですね。いやいや強いですね。力強かったな。赤鬼丸勝って5勝1敗勝ち越しを決めています。敗れて北陸越前丸4勝2敗と変わっています。カスカビアンにパンケーキちゃん。西形カスカビアン、西前頭6枚目、埼玉県出身ほぼピン部屋。東方パンケーキちゃん、西前頭12枚目、神奈川県出身神奈川部屋。パンケーキちゃん3勝2敗新入幕、カスカビアン2勝3敗です。パンケーキちゃんも身のこなしの軽さを出せるか。カスカビアン回しをつかめば自分の形は持っています。赤鬼丸勝ち越しきたという、うん、君にもさん、ありがとうございます。そしておめでとうございます、親方によろしくお伝えください、はい、さあ土俵上制限時間いっぱいです。両者見合って脱ぐない。つかりました。さあ回しつかんだカスカビアンの形だ。逃げられるか。パンケーキちゃん寄っていくのはしかしパンケーキちゃんだぞ。パンケーキちゃんが寄っていく、潜り込んでいく。さあカスカビアンが下がっている。投げ打てない。パンケーキちゃんがくっついていって寄り切り。パンケーキちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切ってパンケーキちゃんの勝ち。もう回しを許しながらも、ま、迷わず行きました。いやー、カスカビアンがねうまいこと回し取ったんですけども、それを逆手に取って自分もまた寄っていったっていう、パンケーキちゃん大胆ですね。勝ったパンケーキちゃん3連勝で4勝2敗勝ち越しへあと1番。敗れてカスカビアンは3連敗で2勝4敗となっています。ことにミラクルスターに藤野牛島。西方ことにミラクルスター、東前頭9枚目、札幌市出身タック部屋。東方藤野牛島、東前頭5枚目、埼玉県出身ほぼピン部屋。ミラコーミラコーミラコーミラクル高校、みんな入学しようぜ、春からミラクル高校だ。そういった高校はございませんタイムライン上パンケーキちゃんにやっぱりファンがいるんですよ必ずハートマークつけるハートマークそういう、まあ、方々がだんだん増えるんですかね、これから。そうですね。紙相撲の新しい見方みたいな。見方というところがあるんでしょうね。さあ、まあ、そうなってくれれば、そうですね。ありがたいですけどね、はい、これから先ね。アイドル的な人気がね。さあ、たびたびこの対戦も面白くなるんですけど、はい、過去は4対0、藤の牛島ではありますが、ことにミラクルスター、今日こそはというところです。3勝2敗、ことにミラクルスター。藤野牛島2勝3敗です。浴びせ倒し合戦か。引きつけ合いにもなります、両者です。制限時間いっぱい。両者見合って、キャインのぐらい。使った。さあ、潜り込んだミラクルスターですが、藤野牛島の藤野かどうか、押し込んでいく。浴びせ倒し。藤野牛島、藤野牛島の勝ち。なんか久しぶりな気がします。テーマソングです。乗せたくて乗せたくて仕方なかったみたいな、ね、先ほどから一瞬かかってたけどっていうね状況がついてましたが、やっとちゃんと流れました。藤野氏は今日は引きつけられても強かったですね。そうですね、うまいこと、まあ、両者引きつけ合ってはいたんですけども、そのまま浴びせに行けた状態でしたね。ただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して藤野氏島の勝ち。
決まり手浴びせ倒しです。勝った藤野石島3勝3敗星が5分、ことにミラクルスター敗れて3勝3敗となっております。清田のんちゃんに8プリンス。西方清田のんちゃん、東前頭7枚目、札幌市出身タック部屋、東方8プリンス、東前頭4枚目、東京都出身ほぼピン部屋。幕内前半最後の一番です。8プリンス横綱戦がありました。1勝4敗清田のんちゃん、2勝3敗です。両者浴びせていきたい。8プリンス押し相撲もあります。幕内前半最後の一番です。オブヤンさんからドキミラクルだらけのミラクル高校っていうコメントも届いておりましたよ。ミラクルスターですね。花色の高校なのかどっちのドキなんでしょうねこれね。どうなんでしょうかね、いろいろ想像してしまいますがどうでしょうか。制限時間いっぱいです。両者見合って今日は殴れ、ぶつかった、組み合った、殴れ、対する体勢は両者だが8プリンスが出る、突き放した、清田のんちゃんも応戦、しかし押すのは8プリンス、8プリンスが出る、清田のんちゃんは回り込めるか、押し込むのは8プリンス、出る、残す、さあどうだ、土俵際の攻防、寄る、清田のんちゃんよく残している、8プリンスを残しました。清田のんちゃん大相撲だ。さあ清田のんちゃんが一気に今度は前に出るのか、8プリンスはどうするか、上手は8プリンスです。清田のんちゃんが中に潜り込んでいる、左の下手は清田のんちゃんでしょうか、浴びせ込んでいけるのか、清田のんちゃんです。8プリンスが回り込めるか、大相撲になる、押し合いになって土俵際だ、土俵際の攻防どっちだ、8プリンスに軍配です。ただいまの決まり手は寄り切って8プリンスの勝ち。8プリンスに軍配です。清田のんちゃんよく粘りましたが残念。そうですね、よくこう浴びせていって土俵際もかかとを浮かせてなんとか回り込んでっていうところはあったんですけれども惜しかったですね。まあ8プリンスもまあよく粘って、まあ、清田のんちゃんを終始正面から受け止めてましたね。清田のんちゃんの足が出ています。左足出ちゃいましたね。8プリンスは残っていました。惜しかったですね。勝ったのは8プリンスです。幕内前半最後の一番はかなりねえ土俵際の応戦がありました。牛乳パックで上相撲実況中継、平成26年3月4月場所6日目です。今日の結びはご覧の通り清水ロケットとキリダンサーであります。優勝戦線竹里団地関がこの後登場、ティコツーミとの取り組み、単独先頭の竹里団地関今日はどうでしょうか。この後幕の内後半戦です。